Chrome の、デベロッパーツールというか、まあ、略して DevTools ですけども、DevTools の、紹介を、さらっとしたいかなと思います。ちょっと20分しか、ないので、まあ、ビギナーズ向けということで、まあ、ほんの触りの部分をですね、まあ、詳しく、解説していきたいと思います。はい、まあ、まずは自己紹介ということで、名前は吉川と、申しますと。Twitter ID は吉川アンダーバー T というアカウントでやってますので、まあ、吉川からフォローしてやってください。まあ、コミュニティ活動としてはですね、まあ、Google Developer Expert という、ものでですね、Chrome を担当してまして、まあ、こういった形でですね、Chrome に関する、関連情報の方も、たまに情報発信をしておりますと。まあ、普段は、この勉強会のスタッフという形では、いろいろ活動させていただいておりますと。はい、もう早速なんですけども、Chrome Developer Tool の、内容を解説していきたいと思いますけども、まあ、今回スライドを一応用意してありますけども、まあ、基本的には後で見ていただければいいかなということなんで、まあ、もう本当に実際に触っている内容をですね、見ていただければいいかなと。でですね、多分先ほど Twitter に HL5J のハッシュタグをつけてですね、資料の方は、ツイートしてきましたので、まあそれを見ながらですね、やっていただければいいかな。まあ解説し、まあ、やっていくうちの中で解説するショートカットなんかも全部書いてありますので、まあそれを、参照していただければいいかなということで、まあ、スライドはもうとりあえず置いておきます。まあ、まずはですね、まあ、Chrome を使ってデベロッパーツール、起動するにはですね、右クリックして、要素の検証というものがありますので、それをクリックするか、もしくはショートカットで言うとですね、Mac で言うとコマンドオプション I、Windows だとコントロール6 I かな。で、デベロッパーツールはこんな風に、起動します。ちなみに右上の方のメニューアイコンから、起動する方法もあるんですけど、これはちょっと深いので、あまりお勧めしません。よく使うのはやっぱり、リンクリック要素、要素の検証という感じですね。この要素の検証をクリックするとですね、今、自分自身、リンクリックした要素の、部分が、このようにですね、エレメンツパネルというパネルの中で、フォーカスされた状態に、なります。これですね、今、div 要素を、が見えてますけども、これがですね、リンクリックした、要素になります。まあ、こんな形でですね、まあ、どんな HTML になっているのかとかですね、どんなスタイルが適用されているのかといったところをですね、まあ、このエレメンツパネルというもので、確認することが、できます。まあ、この Web ツールにはですね、まあ、このエレメンツパネル以外にもですね、いろんなパネルがありまして、ここにある通りですね、エレメンツパネル、リソースパネル、ネットワークパネル、ソースパネルとか、まあ、いろいろあります。エレメントパネルは基本的にはこの HTML の要素の内容を確認したりとかですね、スタイルの内容を確認したりとか編集したりとかいったことができるようになっています。これも後ほど細かく説明したいと思います。そしてもう一つはですね、リソースパネルなんですけども、こちらはですね、いろんなウェブサイトの構成するファイルとかですね、あとはクッキーとか HTML5 のリソースなんかの確認をすることが、そしてネットワークではですね、ちょっと今表示されてないですけども、ウェブサイトにアクセスした、まあ、画像とかですね、そういった細かい、ネットワークアクセスの、時間とかですね、そういったものが、確認することができます。そして、ソースパネルというのはですね、ちょっとちっちゃくて見せなくて申し訳ないんですけども、まあ、ファイル、左側にファイル 2D があって、真ん中に、ファイル View があってですね、右側に、クリプトをデバッグするための、まあ、サイドバーがあるという感じの構成になっています。主にスクリプトを扱う方は、よくアクセスする、ものですね。そしてタイムラインパネルというのはですね、まあまあ、ネットワークパネルとちょっと似てるんですけども、いろんなブラウザの動作をですね、レコードとして、表示することが、できるようになっていますので、まあ、今回は解説しないですけども、例えばアニメーションですね、ジャストにアニメーションとかですね、そういったものを作る際にはですね、どこに時間がかかっているのかとかですね、そういったことが確認できるようになっています。そしてプロファイルパネルの方はですね、こちらは明示的に記録を
して、あのメモリの、ヒープメモリの状況を確認したりとかですね、CPU のプロファイリング、JavaScript のプロファイリングをしたりとかですね、あとは、まあ、CSS セレクターの分析なんかもできますと。で最後が、当日ですね、まあ、こちらはですね、まあ、この名前の通りですね、ウェブサイトの検査をして、まあ、最適な、推奨事項を、提案してくれるという機能に、ね、なっていますと。で、まあ、あとはコンソールがあるんですけども、コンソールはいろんなパネルからですね、まあ、こんな感じにですね、ボタンを押すと、コンソールを利用できるようになっていますので、ここでですね、まあ、普通に、コマンドを打てるように、JavaScript のコマンドを打てるようになっていますと。はい、で今回ですね、まあ、ちょっとあまり時間がないので、エレメンツパネルを中心に、解説していきたいと思いますと。で、パネルの、詳しい内容を見ていく前にですね、まあ、共通の設定事項としてですね、左下にですね、まあ、こんな感じのちょっと見づらいですね。こんな感じのアイコンがあるんですけども、こちらのボタンでですね、この Dev Tools のですね、表示位置を変更することが、できます。ウィンドウの下に、表示するのか、右側に表示するのかというのを選ぶことが、できます。そして、ボタンを長押しするとですね、もう一個選択肢ができます。これが、ウィンドウを分けるというやつですね。まあ、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。デベロッパーツールだけ、ウィンドウを分けるということも、できますと。そして前回、表示した、位置を覚えてますので、一回、下、右とやってしまえばですね、ボタンを押すだけであれば、その左右、左右じゃないですね、下と右を、ワンボタンで切り替えるようなことができます。ここで最近ちょっと修正が入った、ものがあるんですけども、右表示だとですね、こんな感じでちょっと狭く苦しくて見えづらい、ようになっているんですけども、一番最新の、まあ、Chrome カナリビルドと呼ばれる、まあ、最近のですね、まあ、最新の Chrome を、使うとですね、こんな感じにバーチカルビューというのが、追加されてまして、こんな感じにですね、スタイルズのサイドバーとかがですね、見やすくなってますんで、まあ、先に使いたいと、こういったこと、ものを使いたいという場合には、カナリビルドを使わなければいいかなと思います。こんな感じですね。まあ、ちょっと使っている方はすぐパッと分かると思うんですけども、スタイルズの、このサイドバーの部分がこんな感じに、タブになっているんですね。で、とても使いやすいので、試してみてください。サイト、はい、そしてですね、右側の、ギアアイコンがありまして、右下ですね、これをクリックすると、設定画面、が出てきますので、いろんな設定を加えることが、できますと、まあ、おすすめの設定、としてはですね、ディステイブルキャッシュというものがありますので、まあ、キャッシュをここで無効化したりとかですね、下の方に、6XMHTTP リクエストというものがあって、まあ、AJAX ですね。AJAX のアクセスを、ロギングする、してくれるようになります。コンソール画面にここに、XML-HTTP リクエストのログが出るというような、感じになりますと。はい、じゃあ、全体の、設定の内容を終わったところですね。まあ、具体的にエレメンツパネルでどこをデバッグしていくかというところを、確認していきたいと思います。まずですね、まあ、要素を見つけるというところ、まあ、デバッグしたい、気になる要素を見つけるというところから、始めたいと思いますけども、基本的には、一番最初に説明した通りですね、要素を検証ということ、形でですね、デバッグするべき対象の要素というのを見つけることが、できます。ここで、まあ、まず最初に、気になるのがですね、このカラーですね、まあ、マウスカーソルを要素に合わせると、まあ、こんな感じでですね、左側の、ウェブ、サイトの部分がですね、まあ、色が変わっているのが分かるかと思います。まあ、こんな形でですね、どこが影響しているのかなとか、そういったところはですね、まあ、こういったもので、確認してみたりとかですね、
あとはまあ色が若干違うのが分かるかと思うんですけども、これはマージンとか、パディングとかですね、そういったボックスモデルの各プロパティに対応した、色を、つけていますので、本当に一目でですね、ああマージン、これマージンかな、マージン、レフトで色寄せしているのかとかですね、まあ、そういったことが簡単に、分かるようになっています。他にもですね、要素を、検索する方法としてはですね、まあ、当然、コマンド F で検索キー、まあ、要素名で検索したり、クラス名で検索したりすることもできるんですけども、インスペクターモードというものもあります。下の方に虫眼鏡アイコンがついてます。で、これをクリックするとですね、インスペクターモードというものになって、左側の要素をですね、クリックできるように、なっています。なので、ここで、あ、これなんだろうと思ったらですね、クリックしていただくと、その要素にですね、このエレメンツパネルの中の要素の選択が、映るんですね。なので、あ、ここが影響してるんだという形でですね、こんな感じで、要素を探していく形に、なります。じゃあですね、守備よく要素が探せ出したらですね、これはどう影響しているのかということを確認するためにですね、まあ、要素を編集してみたいと思いました。まあ、要素を編集するのは非常に簡単でですね、この中でダブルクリック、するだけで、こんな感じでですね、要素名を編集できるようになっています。各プロパティも同じですね、こんな形でですね、まあ、直接、要素を変更してみて、内容を確認するといったことも、できますと。ちょっと編集してみるのがどうでしょう。まあ、こんな感じですね。まあ、あとは F2 キーを押すとですね、全体を、まあ、HTML の形で編集できたりとかですね、編集モードに行ったらですね、タブキーで、移動できるとかですね、まあ、そういったことも、まあ、そういったショートカットもですね、非常に充実しています。で、それ以外にですね、こんな感じで、ブラウザのブロックでですね、要素を移動することも、できますと。この div 要素をここに、ちょっと移動できないですね。あ、インスペクターモードを、移動できないというオチが、まあ、それは置いといて他にもですね、まあ、デリートキーで、要素をそのまま削除してしまったりとかですね、コマンド Z でですね、コマンド Z と言いますか、コントロール Z で、元に戻したりとかですね、まあ、あとはですね、面白いような H キーを押すとですね、スタイルでビジビリティビジビリティヒドゥンが設定されるので、表示非表示をこういった感じで H キーで切り替えられるとかですね、そういった機能もついてます。で、ここで編集した内容っていうのは、左側にリアルタイムで、反映されますので、まあ、簡単にですね、内容を変えながら確認することができると。そして、まあ、要素の内容が分かったらですね、今度はスタイルの方に行っていきたいと思いますと。例えばこの DIV 要素がありますけども、これどんなスタイルが適用されているのかというのは、このコンピューティングスタイルとですね、スタイルズというプロパティ、セクションで、確認することができますと。スタイルズのセクションはですね、element.style というものはですね、スタイル属性に定義されたプロパティ、CSS のプロパティが表示されています。そして下のですね、マッチド CSS ルーズという方はですね、まあ、皆さんが定義した CSS のルールにマッチしたスタイルが適用されていると。まあ、例えば、まあ、どこのソースに何行目に定義されているスタイルが当たっているかといったことが確認することができます。ちょっとグレーアウトになっているものというのはですね、まあ、ユーザーエージェントスタイルなので、ブラウザのデフォルトのスタイルですね。そして、応用要素から引き継がれたですね、提出したスタイルというのもここに確認できます。ここで確認することができます。まあ、これで、まあ、いろんなスタイルが確認でき、されているということは、適用されているということは分かるんですけども、じゃあ最終的に何が適用されているかというのは、この上のコンピューティッドスタイルというパネルになります
まあ、ここで、具体的にこの最終的にこの要素で何が適用されているのかというのを確認することができます。ここのトグルを開けていくとですね、まあ、どこで適用されているのかというところもですね、確認することができます。はい、そしてですね、やはりCSS のプロパティを見たらですね、書き換えたく、なるかと思います。まあ、そういった場合にはですね、直接そのここから書き換えることができまして、まあ、書き換えたい部分で、クリックを押すとですね、編集モードになりますので、そういったこと形でですね、簡単に書き換えることが、できます。そして例えばですね、分かりづらいかな。例えば、ウィズスを書き換えたいときにですね、下キーを押すとですね、1ピクセルずつずれる形になりますと。まあ、こんな感じでですね、見た目を、まあ、左側で確認しながらですね、望ましいプロパティになるように操作することができますと。で、シフトキーを押しながら上下キーを押すとですね、10ずつ変わります。ではですね、で、オルトキーを押しながら上下キーを押すと、今度は 0.1 ずつ変わります。ですね、こんなショートカットキーもありますので、非常に便利になっています。で、他にもですね、カラーであれば、こんな感じでカラーフィッターが表示されたりとかですね、あとは一時的に左右の表示や表示じゃなくて有効無効切り替えたりというためには、こういったチェックボックスによるオンオフもできるようになっています。あとは、まあ、新しいプロパティを作った方がですね、まあ、ここら辺で、クリックを押せば新しい、プロパティを定義することができますし、まあ、例えばですね、ちょっと入力すれば、こんな感じでですね、もう、プロパティのサジェストが出ますので、そのまま右キーを押していただければ、確定すると。で、この状態でタブキーを押して、プロパティの値に行ってですね、まあ、1人で 0.3 とか、してみましょうか。まあ、そんな感じでですね、もう本当に、中身内容を確認しながらですね、こういったプロパティをいじくれるということでですね、非常に、まあ、こういった形でですね、確認しながら、ちょっとずつちょっとずつ確認しながら、決定した値を、まあ、自分のサイズに採用するといったことが、できます。まあ、それ以外にもですね、メトリックスセクション、スタイルセクションの下のメトリックスセクションでは、ですね、こんな感じに、ボックスモデルがですね、数値化されたも、図が出てきてますので、この要素は何が、採用されているのかといったところも、確認することができます。まあ、例えばここの重要素とかですね、ポジション、アブソリュートで、トップ30が定義されていますよとかですね、まあ、他にも、ウィズ、他にもですね、ちょっとこのポジションめちゃくちゃですけど、まあ、マージンマイナスとかですね、ちょっとあんまり、これとかですね、テクストエリア、ボーダー定義されてますし、マージン2ピクセルになってますし、パディングが2ピクセルになってると、まあ、こんなことをですね、簡単に確認できるようになってますんで、まあ、こういったですね、要素の位置関係というのも簡単に確認することができます。もちろんこれも、触ることができます。まあ、10ピクセルとかですね、入れちゃえば、内容が変わってくると。ただ注意してほしいのは、このマージン、レフトですかね、マージンレフトのプロパティはですね、スタイルの内容が変わるんじゃなくて、まあ、CSS ルールの方が変わるんじゃなくて、こんな感じですね、エレメント・ドット・スタイル、スタイル属性の内容が切り替わるという形になりますので、まあ、そういったところはですね、注意してくださいという感じですね。大体、これがエレメントパネルの、内容になりますと。まあ、他にもですね、リソースパネルの方ではですね、こんな感じでクッキーとかですね、どういったクッキーが、設定されているのかとかですね、CN ファイルであれば、どういったローカルステージのプロパティ、まあまあ、今データないですけども、データが設定されているかといったところも、確認することができます。大体このエレメンツパネルとリソースパネルで、まあ、ウェブサイトを構成する上でですね、まあ
コーディング、マークアップとですね、スタイリングであればもう非常に十分な、機能があるかなというところですね。今日はネットワーク以降の、パネルに関して今回、解説できませんけれども、まあ、最後にですね、モバイルのデバッグの方法について、若干、説明したいと思いますと、モバイルにはですね、まあ、2つの方法がありまして、まずはデスクトップのブラウザーでですね、モバイル環境をエミュレートしてデバッグするという方法と、まあ、本当に実機を使ったリモートデバッグという2つがありますと。1つ目のエミュレートする方法はですね、セッティングのオーバーガイズというセクションがありますので、そちらでですね、いろんな設定項目があります。ここにですね、ユーザーエージェントというものがありますので、これをクリックしていただくと、まあ、どのブラウザで選びますかということですね、例えば iPhone5 とかをクリックすると、自動的にこのデバイスメトリックス、これ画面解像ですね、といったものが入りますので、この状態でですね、ウェブページをリロードするとですね、まあ、こんな感じに、まあ、モバイルサイトが表示されているのが分かると思うんですけども、こういった形でですね、デブツールズを使ってモバイルサイトをデバッグすることができます。できることは、もちろんデブツールズのツールなので、同じですと。他にもですね、オーバーライズジオロケーションということで、もう座標軸を、上書きしてしまったりとかですね、デバイスオリエンテーションを、まあ、傾きを手動で入れるとかですね、あと重要なのはこのエミュレートタッチイベントですね、これをチェックを入れるとですね、タッチイベントをエミュレートすることができますので、まあ、実際にですね、タッチイベントを使った、モバイルのデバッグができますと。まあ、他にもエミュレート CS メディアですね、メディアがプリントなのかスクリーンなのかですね、いろんな、ものを選びます。もう一つはリモートデバッグなんですけども、今回ちょっと時間がないんで、細かくお見せできたいんですけども、まあ、Chrome for Android が必要です。Chrome for Android をインストールして、まあ、デスクトップの方に Android の開発環境として、まあ、Android SDK をインストールしましょうと。USB デバッグで接続した後は、まあ、こんな感じの ADB コマンドを打つとですね、まあ、Chrome 上でローカルでサーバーが立ち上がりますので、そこで Chrome でローカルホストのコロン QE22 を、表示するとですね、まあ、ここの左側にあるようにですね、タブが一覧で、モバイルのですね、実機で表示している、Chrome for Android で表示しているタブが、出てきますので、それをクリックするとですね、普通に、デスクトップでですね、デバッグしているような、見た目じゃないですね、デバッグすることができますと。まあ、ちょっと時間ないんでお見せしないんですけども、この YouTube の動画とかがありますので、気になる方は、チェックしてみてください。ということで、以上になりますと、まあ、まとめなんですけども、ちょっと本当に駆け足で申し訳なかったんですけども、本当にいろいろまだまだ説明しきれない便利な使い方がたくさんありますと。で、まあ、開発効率が飛躍的に向上しますので、まずはぜひ試してみていただければいいかなと思いますと。あとはですね、本当に日々いろんな改善、機能追加が行われていて、このスピード感が速いのでですね、いつの間にか機能が追加されているか、見た目とか変わっているとかですね、いろいろありますので、まあ、触っていくと追っかけていくと思ってですね、いろいろ面白いですし、まあ、今までできなかったことも、次の日できるようになっているかもしれないので、ぜひ試してみてくださいと。でですね、ちょっと宣伝になりますけども、次のステップとしてですね、まあ、中級者、今回は初級者向けということですけども、中級者向けということで来週、3月28日に、Google Developers Live というのハンガーズオンエアがあるんですけども、それでオンラインで、まあ、中級者向けの講座というかセッションをですね、やる予定ですので、まあ、まだあくまで予定なんですけども、興味のある方は、チェックしてみてくださいということで、ご清聴ありがとうございました。